ただいまよりサイバーアンタッチャブルを始めさせていただきます。司会のブリタニーです。よろしくお願いいたします。本日のお話は高田喜一編集長と日本維新の会放送政治連盟調度員大閣総裁にお願いいたします。本日のテーマです。1つ目、2020年東京オリンピックの日程について、そして2つ目、安倍談話について、3つ目、FIFA 会長選挙についてです。それでは最初のテーマについてお願いいたします。はい、暑い日が続くんですが、2020年の東京オリンピックですね。で、競技日程は7月24日から、閉会式が8月9日、一番こう、暑い日が予定されてるわけですね。でこれについて、先だって、参議院議員のアントニオ猪木さんが、国会で下村文科省に対して、こんな暑い日にやって大丈夫なのかと言ってたわけですね。日本を元気にする会の燃える闘魂アントニオ猪木参院議員が、緊急提言を放ったと。こんな暑い時になんでやるんだと、日程の延期を要請、消熱対策を打ち出していた下村博文文科省にはバカを言うなってと怒りを爆発させたと。これね、アントニオ猪木さんの確かに言う通りなんですよね。で、なぜこの日程が決まったかというと、もともと IOC が、この期間にやらないといけないと、最初に決めているわけなんですね。で、だけど昔は必ずしもそうじゃなかったですね。例えば1964年の東京オリンピック、この時は10月10日から始まってるわけですね。大会、体育の日ですか。だから昔は必ずしもその日程、7月8月の間にやらないといけないとはいう、決まりはなかったんですが、これは主に欧米のテレビ放映権ですね。この放映権終了がIOC の大きな収入源になってるんですが、このアメリカだとかね、ヨーロッパでサッカーだとかアメリカフットボールの大会が秋に集中するんで、そこを外すためには7月8月が一番いいということなんですね。ただ必ずしもこれ絶対にね、厳守しなきゃいけないというわけじゃなくて、2000年のシドニー五輪の時は9月からやってるわけですね。だからこう変更してもいいんじゃないかという人がね、いても不思議はないんですが、ただちょっと厄介なのは、そのすでに最初のね、競技開催地を決めるときに日本のそうですね、なんていうんですかね、アピールしたときに、その7月8月は一番温暖で、競技に適切な日ですと、そういうふうに言ってしまってるわけなんですね。当時の招致委員会が作成した立候補ファイルの中には、この時期の天候は晴れる日が多く、かつ温暖であるために、アスリートが最高の状態でパフォーマンスを発揮できる理想的な気候ですと、そんなふうに言っちゃってるわけですね。で、逆にね、カタールですか。中東のカタールは首都のドーハを開催地として、2020年の五輪にやはり招致、立候補したんだけど、酷暑の時期を避けて10月開催で、挑んだために一時選考で、振り落とされてしまってるわけですね。だから、こちら、東京五輪がね、もし、じゃ開催地変更してくださいって言ったら、カタールに対してね、一種の詐欺っていうんですかね、嘘をついてたというふうに非難されてもしょうがないということになってしまうわけですね。人によってはね、むしろ暑さに慣れてる日本人の方が有利になるんじゃないかと
まあそういうふうに考える人もいるんですけど、まあ確かに温度から言えば別に35度でもね、中東やアフリカに比べれば低いんでしょうけど、ただ日本の場合湿度が高いですかね。日本よりね、温度が気温が高いところが来た旅行者なんかでもね、日本の暑さはまあ応えると、まあそういうふうに言う人も多いんですよね。だからね、これもし熱中症でね、倒れたり、する人が出てきてしまうと、まあ、特にマラソンだとか競歩ですか。まあ、ひ、あの、な、な、ひ、まあ、その、うん、こん、こんな暑い時にやらした日本が悪いんじゃないかというふうに非難されるんですけど、まあ、先ほどね、カタールのね、件もあれば、なかなかこちらから、まあ、IOC に日程変更をこう言うというわけにはいかないんですけど、まあ、形だけでもね、まあ、言うべきじゃないかと思うんですね。まあ、地球温暖化でね、酷暑が、の日が、まあ、増えてるんで、まあ、もしね、申し訳ないですけど、こう、日程変更できないかどうかご検討くださいと。まあ、一応、形だけでも言って、まあ、IOC がね、まあ、それはダメだと言うんだったら、まあ、それはしょうがないんでしょうけど、まあ、そうしとけば、まあね、仮に、暑さで倒れる人がいたからといって、まあ、責任の一端は IOC にもあるということに、できるんじゃないかと思うんですね。まあ、私から以上です。ありがとうございます。この問題について詳細の意見をお願いします。まあ、これはもう初めから条件がその夏に決めて、それに基づいて、先行したわけであって、まあドーハの問題だけじゃなく、マドリード、イスタンブール、東京都、まあ、実際はこれマドリードが本命だったわけだから、まあ間違って東京に決まったのは、今回だけは金を集めて裏金をある程度配った。2020年を勝ち取るということに全てをかけておったから、全く夏や秋の問題については余裕がなかった。何でもいいから引き受けるという、当然まあその条件を満たすために、東京は全て、問題なく受け入れますと。だから今更秋に変えてくれということはまず言えないし、また言っても意味がないことだと思う。まあ、アントニオ猪木が言ったことには一理あるわけだけど、それはもうこの決定した経緯からしてひっくり返すことは不可能である。ありがとうございます。続いてのテーマです。安倍談話についてお願いいたします。まあ、8月15日が近づいてきましたんで、まあ、安倍戦後70年ですか、総理談話、安倍談話出るということなんですね。で、まあ、安倍談話をいろいろと迷走してきたと。もともと、安倍首相の、ね、最初の考えは、この宗山談話の見直しなんですよね。まあ、これが彼の意図だったんですが、批判が多いというんで、まあ、ひよってしまったわけですね。で、まあ、やっぱり、こう、村山談話、あるいはその後の小泉談話ですか、を踏襲しないと、いけないんじゃないかと、いうことになったんですけど、ところが、世界遺産問題でね、まあ、いろいろと、こう、保守派から、こう、非難を受けたと。んで、再び、やっぱり、謝罪だとか、お詫びの言葉入れたくないと。まあ、侵略だとかね、言葉入れずに、まあ、未来志向でやろうと。まあ、さらにその閣議決定もね、なんかこう、しないで済まそうという話も出てきたんですけど、まあ、安倍首相にしてはね、閣議決定がない、ただの談話や、なんか総理の私的な会話に過ぎないと。で、やっぱり閣議決定はしたいと言うんですね。で、そうするとね、過去の宗山談話だとかの整合性をこう、
出さないとどうにも収まりがつかないということなんですね。まあ自民党と合同している公明党なんかもね、その点はこう、侵略を明示 しろと、まあそういうことをこう言ってるわけですから、安倍首相としてもね、配慮しないわけにはいかないわけなんですね。で、まあ、14日に発表する戦後70年談話について、まあ、閣議決定したいということで、まあ、一応閣議決定するということなんですね。まあ、国民からすればだけど、そもそも安倍談話なんか必要ないんじゃないかと、いう人が多いんですね。70年に出すんだったら、じゃあ80年も出さないといけないじゃないかと、いうことになるわけですね。まあ、国民社会は、ね、別に、その、中国や韓国と揉めるようなことになるのは、まあ、あんまり望ましくないから、まあね、別に安倍様に特に期待はしてないわけですね。だから、まあ、その揉めない程度の話をこう、してくれば、それで、まあ、十分だと、いうことじゃないかと思います。以上です。ありがとうございます。この問題について、総裁の意見をお願いいたします。まあね、脱衣料は、やはり事実に基づいた政府見解を述べなきゃいけない。だから村山談話にしても河野にしてもですね、一回、騙されてるわけです。だから一回詫びてくださいと。詫びてくれれば一切韓国は今後はこの件には触れませんと。これ一回きりで詫びていただければ結構ですと。ほんで、痛烈な反省とお詫びということを入れた。そうすると、詫びた以上はこれ保証しろと。今度はそれに騙されとるわけだ、これ。村山が騙されたんです、外交的に。だから、これに外交が絡んでですね、無責任な外務省がそれを受け入れて詫びを入れるという。お前騙したじゃないかと。詫びを入れれば二度とこの件には触れないという約束であったのは何だと一体慰安婦まで持ち出してと。そもそもこんなことで因縁をつけられるのは日本の政治が非常に卑弱になってるから、脆弱になってるから、舐められてるということなんですよ。バカにされてる。何回もわしが言うように、朴大統領時代とかチョンドハンの時代、ノーテウの時代、軍事政権の時代はとにかく韓国の国会議員も大統領も日本のおかげで今日あります。韓国は朝鮮半島のために歴史的にも莫大な投資をしてもらい、近代化を図れたのは日本のおかげだとみんなが感謝してた。それがノーテウで終わり、キム・ヨムさんになり、そしてキム・デジュンになった途端に慰安婦だと、侵略だと、植民地だと、その過程、朝鮮併合した後にどれだけのインフラ整備に、社会資本のいわゆる充実さすために、日本の国家予算同等の金を朝鮮半島につぎ込んだのは一体誰だと。日本国民が貧しい中から出した税金じゃないのかと。これ、そしてユダヤ人に騙されて太平洋戦争というわけのわからん戦争に巻き込まれた。しかしこれに勝てば日本はとにかく言われることはなかったが、三国同盟のヒトラーが敗れた。ヒトラーの力を頼りに戦争してたようなもんだ。そのヒトラーが
ユダヤ人は殺しても世界の人類が殺すわけにいかないということで、ドイツが開発している核兵器を、原子爆弾を、ウラン爆弾、プルトニウム爆弾をですね、使わなかったから、ヒトラーが使ってたら、すべてこれ、アメリカも、英国も、フランスも吹っ飛んじゃう。その勝ち負けは大きく変わって、日本もドイツもイタリアも勝ってた可能性は十分考えられる。ところがドイツが先にやられ、その核兵器が全部アメリカに移った。アメリカはまあ核兵器をそっくりドイツから持って移して、アメリカ独自では開発できなかった核爆弾が、原子爆弾が、ドイツの開発したものをそっくり使って出来上がって、トルーマンが実験代わりにバーンと長崎、広島長崎へ使ったから破れたわけです。まあそういう悪い結果になった日本がですね、全て満州事変以後は侵略だったと、わけのわからん公爵が当たり前のように言われるようになっている。すべてこれらは日本の政治がはっきり言ってなめられている。日本の政治家に貫禄がないからなんです、そういうことからして、こういう軽量級の政治家を作った日本の有権者に責任がある。ありがとうございます。最後のテーマです。 FIFA 会長選挙についてお願いいたします。はい、これも FIFA のね、あの汚職事件の煽りで、まあ新たに会長選挙することになったんですね。で、韓国のチョン・モンジュンさんですか、あの現代財閥のあの、人ですね。で、あの、有力候補はプラティニー氏と私、日本が助けてくれれば当選の可能性は 99% と、まあそういうことを言ってるわけですね。あの、大韓サッカー協会の名誉会長の、まあ、あのチョン・モジュンさんが、あの、FIFA会長選に出馬することを、まあ、あの表明してると。いうことなんですね。まあ、この方、あの、2002年のね、あの、日韓ワールドカップ、共催にも、まあ、大きな力を発揮した方なんですよね。で、もともと、これ、汚職事件ですね。2015年に、その、5月27日ですか。に、汚職の容疑で、まあ、スイスの司法当局に、あの、FIFAの、まあ、幹部が逮捕されて、と。で、そもそもの始まりは、その、まあ、アメリカの FBI ですね、と、アメリカの財務当局が、まあ、あの、キーホルダーに小型マイクを仕込んで、FIFAの幹部の会話を、まあ、盗聴して、その一方で、まあ、あの、まあ、電話やメールの記録をね、捜査当局が確認したと、いうことなんですね。まあ、このあたりの、あの、いきさつというのは、あの、いろいろと言われてるんですが、まあ、一つには、その、2018年のロシア大会、2022年のカタール大会、ですか。で、まあ、アメリカがね、こう、あの、候補を破れたと、いうことも、もう、ええんじゃないかと言われてですね。で、まあ、欧州議会なんかね、あの、プラッター会長ですかが、まあ、辞任して、臨時会長を選出するように求めるという、まあ、決意をしたと。まあ、欧州議会がやるっていうのも、なんか、おかしな話なんですね。6月11日ですか。で、さらに、その2018年ロシア大会、2022年のカタール大会について、開催を中止する可能性についても考えを示したと。まあ、そういうことを、まあ、確かに汚職は良くないんでしょうけど、まあ、逆にね、あの、せっかくの協議会が、まあ、混乱することになるんじゃないかということなんですね。
これね、韓国のチョン・モジュンさんが立候補するんだっていうんですけど、まあ、彼もね、かなり、まあ、いろいろと噂では、まあ、2002年のね、ワールドカップですか、日韓共催のワールドカップではかなり、接待ですか、してたんじゃないかと言われてる方なんですね。で、まあ、当時ね、ドイツ人のジャーナリストですか、韓国に行ったら各担当者に高価な贴り物を送ったり、まあ、娼婦ですか、売春婦を抱かせて弱みを握ろうとしていたと。まあ、そういうことを、まあ、告発してる人もいるわけですね。で、それを指導してたのは、まあ、チョン・モジュンさんだと。で、その方が、まあね、日本に対して協力、会長選出馬するから、日本に協力してくれと言ってるわけですね。2011年の8月4日に、当時の菅直人総理大臣に対してはね、慰安婦問題、人類歴史上最も醜悪な戦争犯罪で、慰安婦は、戦争が終わった後も羞恥心のため大部分故郷に帰らずに一生隠れて過ごさなければならなかったと。20万人と韓国が主張する慰安婦中、まあ、234人が勇気を出して自ら慰安婦だったことを明らかにし、真相究明と謝罪を要求したと。まあ、そういう書簡を伝達してるわけですね。まあ、チョン・ムジュンさんはね、韓国の国会議員で、ハンナラ党の、まあ、党代表でもあったわけね、当時。まあ、そういうところから、まあ、政治的なね、まあ、国内向けの政治的なパフォーマンスと言っていいんじゃないかと思うんですけど、今回のね、立候補もおそらく、まあ、当選を目的とするより、まあ、立候補することによって取引をするんじゃないかと、まあ、そう思えるわけですね。韓国の、ね、大統領選挙でも、ノムヒョンさんですか、前の前の大統領ですね、の対抗馬で、結局、最後は、まあ、自分が降りることで、まあ、なんですか、取引して有利な地位をこう得ようとしたと。まあ、そういう方ですから、今回のね、まあ、比嘉会長選も一種のね、まあ、最終的には、なんかこう、対立候補と取引するんじゃないかと思えるんです。まあ、それにね、日本がこう、協力する必要は全くないんじゃないかと。というか、まあ、別に反対する必要はないんですね。反対する必要はないんですけれども、まあ、関わる必要もないということですよね。だから、まあ、結局ね、次の選挙ですが、まあ、日本をどうするかっていうのは、まあ、あるんでしょうけど、それはもう、あみだくじの意思、棄権してもいいわけですよね。まあ、誰に投票してもあんまりこう変わらないんじゃないかと。あるいは全く、まあ、今までね、手が汚れてない人を、まあ、マイナーな候補に入れるとかね。ただ、日本側にもやっぱりね、この JOC のね、暴力団組長と付き合ってた田中さんの話にしろ、あるいは森喜朗さんですか、利権浅いですよと、そういう人がね、まあ、韓国側と取引しようとすれば、なんか自分にこう、見返りがあるんじゃないかと、まあ、そういうのに乗っちゃう人が、まあ、日本の作家協会の中にいないとは限らないわけですよね。だから、日本のサッカーファンはね、別に、韓国のね、の人が、まあ、フィアの会長になることを、まあ、まあ、望んではいない人も、協力する人が、まあ、出てくる可能性はないとは言えないですね。私から以上です。ありがとうございます。この問題について総裁の意見をお願いいたします。まず FIFA の幹部が FBI に捜査を受けて逮捕される。もちろん、スイスの警察当局と合同捜査にはなっておるけど、主導権を握っているのは FBI である。これどう考えても、スイスの法律で、スイスの登録された国際スポーツ機関に対しては、スイスの法律に基づいて、スイス独自の捜査機関が全てをやるということが原則ではないだろうかと。
これに対して痛烈な批判を西側はしないという、これは当然ロシアとか中国とかかなりこれに対しては厳しく追及しているわけです。なぜ FIFA のスイスの団体が FBI にやられるか、これはワシントン DC に FIFA の本部があって、アメリカの登録団体であって、アメリカの法律で裁かれるというならまだわかる。スイスという国にあるものがなぜ FBI が逮捕状を持って来られるかと、これも全世界から厳しくこの問題についてはですね、追及しなきゃいけない。よその国の自害保険、よその国へ土足で踏み込んで、そして国際機関の幹部を逮捕するという、これはウクライナにアカデミアが踏み込んでヤヌコビッチ大統領を辞めさせたのと同じことじゃないか。またシリアのアサド大統領に反政府軍として援助してアサド攻撃を始めた行為も一緒じゃないのかと。そういえばアフガニスタンに対する攻撃、イラクに対するフセイン大統領に対する攻撃、またリビアのカタフィに対する攻撃、エジプトのムバラクに対する攻撃、これアラブの春と称してです。チュニジアもしかり、やった行為も、FIFA に対するこの逮捕劇も一緒じゃないのかと。すべてが、いわゆるロシアに対する経済制裁という政治的対立に引っ掛けた、いわゆるこのスポーツ事件である。スポーツと政治は完全に分離して、やはりスポーツはスポーツとして、政治問題や軍事問題とは一切に一線を分けて判断すべきであろうと。それをオリンピックをボイコットしようとか、この卑劣極まる手段が私は許せないと思う。だからブラッターが決して悪いことではない。ブラッターはフィアの会長がサンペトルブルグに今度は2018年決めたり、カタールに決めたり、これはフィアの会長が適正な審査に基づいて決めたことであって、それを NATO の政治、 EU の政治、これがサンペトルブルグの大会を中止させてやろうという、こういう企みがやはり問題である。これあってはならない、許されるべき行為ではないと、こう思います。ありがとうございます。すみません。そうです。一言言わせてもらえば、2020年冬季五輪が、北京ですか、決まったんですね。で、ロシアにしろカタールにしろ、紛争の近くなんですね。で、大会期間中はね、やっぱり紛争国もね、こうある程度、平和維持しようと考えてくれるんで、だから予定通りカタールやロシア、あるいは北京もそうなんですけど、やってくれる方がむしろ平和のためにはいいんじゃないかと、私はそのように思いますね。以上です。ありがとうございます。本日の裁判タッチャブルはこれで終了させていただきます。ありがとうございました。
く日本はユーロシアの一員であると。